第二次世界大戦時のアメリカ軍の衛生兵衛生兵は軍隊において衛生班に属し医療に関する業務を行う兵士。戦闘支援兵下の一種である。その任務の特殊性と専門性及び人道上の理由から戦時国際法上における医療要員として他の兵下の軍人とは異なる各種の保護資格等が与えられている。なお、医療従事者の免許。 資格がなくとも、軍隊の衛生部隊に配属されている軍人で、部隊が任務を行うのに必要とされる人員は、国際法上の衛生要員として扱われる。治療訓練を行うノルウェー軍の衛生兵衛生兵は医療に関わる一般的な業務を任務とする。戦闘での負傷兵への応急医療だけでなく、後方での傷病兵の看護及び、治療、部隊の衛生状態の維持を担当する。 また、歓迎地、熱帯地などの疾病地域においては、予防医学の指揮をとり、また食物や水の衛生管理などの貿易業務などをも担当する。一般的に、衛生兵は師団において2%から5%の程度の人員を占め、彼らによって衛生代隊が編成されるが、もちろん国や時代によって、部隊編成規模の際にはかなり大きな幅がある。 軍医ではないので訓練を受ければ誰でもなることができるが逆に応急処置以上のことはできないアフガニスタンで行動しているイタリア陸軍のアルピーに、画面右翼で衛星兵が点滴をしている一般的に最前線で活動する衛星兵は負傷した兵士に対して応急処置を施し後方の野戦病院へ搬送することを任務としている最前線で行える 応急処置は、包帯とガーゼで圧迫止血法を行い、動脈などからの出血がひどい場合は監視を使用した止血を行う場合もある。基本的に出血を抑制し、モルヒネなどで苦痛を緩和する処置がほとんどであり、前線でそれ以上の処置が行われることはあまりない。百二十九年にジュネーブで傷病兵保護条約が結ばれ、衛生兵などは、 国際法規により保護されることとなった。第6条から第9条にかけて保護規定が定められている。衛星部隊及びその施設は抗戦者によって保護されるが外的行為は保護資格を失う。自己防衛や傷病者保護のために部隊が武装している場合、武装衛星要員不在時に衛星部隊等が武装部隊によって警備されている場合、 傷病兵より取り上げた武器が諸葛期間に未だ引き渡されていない場合、獣医機関の人員等が衛生施設等の一部分を構成しないで施設を設置している場合においても衛生部隊、要員等は保護されるものとされる。第9条において、傷病者の収容、輸送、治療に従事する人員のみならず、事務、看護、宗教要員も捕虜にはされないとされている。これは、 1949年のジュネーブ諸条約及び1977年のジュネーブ諸条約第1追加議定書にも同等の規定が継承されており、諸条約第1条約の第3章及び第4章第1追加議定書の第8条から第16条にかけて衛生要因の保護が規定されている。一般的に従軍中は、 自衛のための武器、例えばせいぜい拳銃一丁と予備弾以外は持つ必要がなかった。また衛星兵は敵側にも身分を示すように多くの場合ヘルメットに赤十字のマークが表示されており、加えて白字赤十字小入りの腕章を着想していた。第二次世界大戦のドイツ国防軍などでは衛星兵であることを強調するために非常に目立つ。 白辞跡十字章の絶験を着用することさえあった。しかし、第二次世界大戦後半になると戦闘中の混乱、等から衛星兵であっても攻撃を受けることが出始めた。また、衛星兵は高度な専門知識が求められるゆえ、補充が効きにくい兵科であり、敵側の衛星兵がかければ、敵側の生存率は下がるため、誤射を装って意図的に攻撃されることも多かったとも。 伝えられる。こうした自己防衛の必要性から衛生兵であっても小銃や短期間銃、手榴弾などの武器を携帯し従軍する事例もある。とはいえ、本来の任務は小病兵の救護や治療であり、医薬品、医療器具や包帯などを大量に携帯しなければならず、専用のバックパックやポーチなども必要となる。そのため、 自衛目的で武装する必要があっても、なお、軽量な拳銃を持つ余裕しかない場合が多い。赤十字表彰自衛隊では、等の条約の実施に必要な自衛隊における赤十字表彰及び衛生要員等の身分証明書に関する必要な事項を定めるため、赤十字表彰及び衛生要員等の身分証明書に関する訓令が定められている。太平洋戦争当時に、 アメリカ軍が露飼し、情報資料に掲載した日本軍の衛星材料。内容物が規格化されておらず、形状がまちまちであると説明されている。シンガポールで終戦後に撮影された衛星兵。日本陸軍の衛星兵の腕章は、憲兵腕章のような腕に巻くものではなく、腕に貼る四角型の布であり、皮膚に縫い付ける肘章となる。また、肘章の 赤十字の衣装は細長い十字である衛生部員は大きく体不衛生部員、衛生体所属の衛生部員、野戦病院所属の衛生部員に分けられる。前者は部隊所属で、後者は病院所属だった。両者は入営直後から教育過程が異なる。病院付衛生兵は陸軍病院の教育部に入営し、医学の講義と 実地修練としての病棟勤務を課せられる。数ヶ月ごとの交代で連帯の医務室で軍医の助手を務めるが、基本的に陸軍病院勤務に終始する。それに対して、対付経衛生兵は一般の不評、公兵、騎兵、工兵、市長兵、航空兵の中から選抜される。入営から3ヶ月後に、師団長による第一期検閲が行われるが、 その直後に上等兵候補者や特業兵と共に、対付衛生兵が指名される。それと同時に、対付衛生兵に指名された者は、陛下兵から衛生部兵に所属が変わり、例えば不評であれば、襟章や強章の色が、陛下の黄色から衛生部の深緑となる。しかし、居住場所は相変わらず、入衛部隊の内務班であり、衛生兵教育は、 連帯の医務室と陸軍病院で行われた各連隊では週に2回の演習日があり、体付衛生兵は必ず包帯能を下げて参加しなければならなかった。このように、病院付衛生兵と体付衛生兵とでは、教育内容も看護能力も大きく異なっていた。そのためか、体付衛生兵は戦闘経験のない者たちからは幼稚と別称され、 外医用薬として、幼虫を使うことしか医療技術を持っていないものとされており、陸軍では、楽な任務として、1に、幼虫、2に、ラッパと言われていた。診断及び治療は、軍医の仕事であり、衛生兵が独断で、処置できるのは小さな傷、抗群中にできる、足の豆、陰菌など一部の皮膚病くらいなもので、それこそ幼虫でこと足りるからであった。しかし、 対付け衛星兵の重要な任務に、戦場で敵弾に倒れた兵士を、弾の飛び交う中後方へ交代させることがあった。戦地において将兵は勝手に交代することが許されず、戦友相互での応急手当には、限度があった。また、負傷した戦友を置いて前進することもあったので、戦闘中に負傷した兵士は、衛星兵が来ると一安心であった。 それゆえ実戦を経験した兵士たちは、幼稚ではなく、衛星兵伝と敬意を込めて呼んでいたとされる。また、衛星兵という故障は1937年の昭和12年2月12日直令第13号陸軍兵、等級表改正に伴って生まれた、新しい故障であり、それ以前は、看護兵さらにそれ以前は、看護卒と呼ばれていた。そのために、 昭和初期頃は衛星部に属する兵のことをごっさんと愛称していたそうである。台風衛星部員は中隊に2名の衛星兵が配属される。大隊には原則として軍医2名それに衛星歌士官が1名配属される。公軍医は衛星歌士官ともに仮放大所を設置し、オ軍医は最前線をめぐって負傷兵の河川救護を行う。しかし、 ほとんどの場合軍医の実際の定員は1名で、やっとなので軍医が河川救護を行う例はほとんどない。連隊本部には高級軍医と衛星歌手官が野戦救護所を設置する。衛星隊は師団ごとに一体が編成配属された。車両編成のものは本部、単価中隊及び車両中隊からなり、ダバ編成のものは本部及び単価中隊からなった。 要するに三個に分割、それぞれ独立して勤務できた。衛生隊長は不評もしくは市長兵の大佐、中佐であり、その他に軍医長として軍医中佐が衛生業務の指揮を取った。その任務は戦闘に際し、法対象を解説し速やかに勝者を治む量、これを構想する。このほか公軍中の患者を輸送し、 野戦病院の補助勤務をなすなどの副任務があった。その傾向する衛生材料は患者者、担科、衛生隊員、隊員、野戦手術台、野戦滅菌機器、手術等、手術用天幕などで、その証公理に衛生材料の他患者被覆専用天幕を大氷理に水具、両末を収めした。戦闘中の任務は前方作業戦線の勝者を捜索し、 必要であれば、救急処置を施し、包帯所に輸送、主として、単価中隊がこれに服した。包帯所作業、包帯所は、収容部、治療部、薬剤部、発送部に分かれ、車掌、馬つなぎ場、炊事場などが付属した。包帯所での処置は、救急包帯、腹牧の装着など輸送に耐えうる程度の所領を行い、必要であれば、血管血殺、 気管切開、外尿道切開及び千円すべからざる、切断術などの救急手術をも行うとされた。広報作業広報作業は、包帯所を開設し、収容した商社に必要な所領を施し、本部の衛生部員がこれに服した。広報作業は所領を終えた商社を、包帯所から野戦病院に構想し、車両中隊がこれに服した。に分けられる。 野戦病院は1個手段に3から4個程度存在した。野戦病院長は軍医中佐もしくは軍医少佐である。1個野戦病院で100名程度の患者を収容できたが、自前の平坦組織や輸送手段を持たないため、機動的な活動も自衛戦闘もほとんど不可能であった。ありがとうございます。